まあ、まずっていうか、そうだね、もうちょっと、まあ、この J リーグの優勝しようと思ったらやっぱりそのあんまり連敗ってないと思うんですよね、その優勝するチームの試合全試合終わった後に丸×三角とか見た時に××っていうのが多分そんなないと思うんですよ、基本的に優勝するチームって。だから多分選手みんな連敗はしたくない、まあ、もちろんそうなんだけど、連敗のないようなチームになるって多分すごい難しいけど、それがなんか一番の優勝する近道だったりするのかなとかもなんか思ったりして、こういう試合通してね、まあ難しい戦いだったけど、まあちょっと何が僕は何どう感じたかっていうのを、まあ、福岡戦から話せていけたらなと思います。チャンネル登録よろしくお願いします、よろしくお願いしますっていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。